お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今日もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのロイジャイデッキを使っていこうかなと思います。で、まあ、遅延ですね。アイスイズプラス、ベビードラゴンが入ってる、まあ、範囲系でね、まとめていくって感じのデッキなんですけども、今、ボムタワーがですね、非常に激アツです。まあ、なぜならば、エリゴレ、ジャイ、ロイジャイとか、まあ、そういう陸系がちょっと多いんでね、はい、それに対して、ボムタワーが刺さります。で、マジでマッチング20戦です。ここ20戦やって、ダークネクロが来た回数が12回ですね。さっき数えたんですけど、マジで。こう20戦ぐらい、こうね、こう見たときに、もうダクネで、ダクネいなかったら基本ファルチがいるみたいな。そういう環境にちょっと今なっちゃってますね。なんかファルチがめっちゃ強いわけではないんですけども、まあそのダークネクロ、流行りのダークネクロに勝てるのと、まあ、あとはどうなんですかね。なんか、初撃がめっちゃ速くなっちゃってるんですよね。なんか、バグなのか、もうそれか仕様なのかわかんないんですけど、ファルチなんか歩いて、あ、敵見つけた瞬間、パーンみたいな、もうね、その辺の通り魔、激しい通り魔みたいになっちゃってるんですけど、例えばひどいですけど、まあ、そういう感じで、ファルチがね、思ったほど、なんか、少なくなってないなっていうイメージありましたね。前ほど厄介な感じではないんですけどね、はい。という感じで、まあ、そのダクネがちょっと多すぎて、はい、来たこのダクネに勝ちたいので、ボムタワープラスね、このアイスイズベビートルネオを使っていけますというところで、さあ、スペルはね、ライトニングでなくファイボなのは、まあ、マジックアーチャー対策っていうのがありますね。よいしょ。で、ディガーで、まあ、コツコツね、削りつつっていうイメージですね。ここディガー飛ばしちゃおう。ライドラ。あ、そう、なんかね、ライドラの使用率もまた増えてるんですよね。なんでかわかんないんですけど、ライドラ、そう、エリゴレプラス、ライドラダクネマジアチャっていう、これやばくないですか？このデッキはすごい流行ってるんですけど、これちょっと紹介したいですね。ライドラダクネマジアチャのエリゴレスケトルネ高回転みたいな。で、もう何が強いかって、マジアチャダクネライドラなんですよ。ダークネクロはポイズンを咲かせる。で、もう、マジックアーチャーファイボーを打たせる。で、ライドラは、ライトニングを打たせるみたいな。もう全部のスペル枯渇させようとしとるやん、みたいな。もうわがままデッキがちょっと生まれちゃいましたね。今日こっちのデッキ使ってんのに、そっちのデッキを紹介していくスタイル。謎ですけど。はい。というところで、これ美味しいっすね。これだってまあ、ロイジャイ出したかったんですけど、ロイジャイ間に合わなかったので、ディガでね、攻めていきます。さあ、このオーブンは美味しくいただけそうと思ったんですけど。まあ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 、攻め取るねは焦らずね。相手のデッキはちょっとまだわかんないので、よいしょ。ここちょっとね、ファイスピー痛いので。あ。エイムがちょっと今ひどかったっす。よいしょ。これロイ出しちゃいたいけど、ちょっと一回怖いっすね。ファイブ打って、まあマジックアーチあるんですけども、まあ言うほどね、このデッキは怖くないっていうのがありますね。守れるんでね、結構、イモリデッキですので、はい、ここはしっかり耐えたいですね。アイスイーズプラス、まあ、ベビードラゴンも出してあげて、これトルネードね。で、ボムタワーの爆破にしっかりね、こう生かしてあげて、これ爆破をね、やっぱしっかり生かすっていうのもね、大事になってきますね。まあ、アイスイーズ残ってますので、ここはもうね、ロイジャイで攻めて、オーブンで多分受けられますので、その間のディガーで削っていくと。よいしょ。いう感じですね。これも4、オーブンに4コツ5打ったらロイジャイが、よいしょ。ぶっ刺さって、はい、バカーンといった感じですね。はいね。防衛結構ね、固めですので、まあ、攻めディガー、ガンガン飛ばしてもいいと思われるんですけども、なんか相手が形、ケツからダクネみたいな、形作ってきてる時に攻めディガーまでしちゃうと、美味しくいかれちゃうのでね。そこはお気をつけくださいという感じで、マジでダクネばっかなんですよ。本当に。すげえ厄介なんですね。今相手のデッキ結局何だったんだろう。結局ね。なんかメイン。あ、エリゴレか。エリゴレ出ましたね。あ、今の歌。俺が説明したやつやんけ。エリゴレ、ダクネ、マジアチャ、ライドラ。フルセットっすね。すべてのアスペル、どれか来てもどれか2枚残るみたいな。はい。すごいわがままデッキですね。まあでも、めっちゃ強いみたいですね。今、マルチで。増えてます。はい。というわけで、最近コメント欄でなんか受験だったんですよっていうのがあるんですけど、もう受験シーズンですかって感じですね、僕からすると。はい。僕も僕の受験エピソードを話しますと、あ、フェイスコントロールだ、これ鬼枯渇だ。うわー、
インフェなんですよね、この人。インフェを突破できませんので、できるだけディガーで削るイメージをって感じですね。か、1周目のロイジャイは絶対インフェルノタワーで防御されてしまうので、2周目のロイジャイ、ケツロイジャイからの2周目で。うわ、これ5だか1回。はい、で、受験エピソードなんですけど、まあ、僕は一応ね、受験ちゃんとしたんですけども、ヤンキー。受験ね、なんか僕落ちちゃったんですよね。自分が行きたかったところに。で、その第二志望といいますか、まあそっち系に行ったんですけども、よいしょ。やべえ、ちょっと待って、下手かも。ですね、でも僕ちゃんと勉強したんですよね。でも忙しかったんですね。受験って、まあ、11月とか12月、このシーズンなんですけども、僕、部活がね、ちょっとなんか部活学校みたいなとこ行ってたんで、よいしょ。これ5を外してますね。よいしょ。はい。ずっとまで11月ぐらいまでずっと部活だったんですよ。なんで、放課後残って勉強したいけど、部活も行かないといけなくて、顧問も厳しくて、なんか休んだでね、ちょっと、めんどっちい人だったんですよね。なんで、うわぁ、これだり。これちょっと負けるかもしれないですね。これはちょっと厳しいですね。まあでも部活もね、やんないともう最後ですからっていうので、まあ、部活もやりつつ放課後残ってね、勉強して、小論文とかね、ちょっと書いてましたね、放課後。いや、これちょっと待って、カスだ。ちょっと待って。僕はね、受験のね、このエピソードちょっと話したいんですよ。話したいんですけど、ちょっと相手が強い。橋本エブリワンチャン来るかな。いやー。この受けが少ないデッキだからこそ端前プリンが刺さるっていうのをお相手さんは分かってるんですよね。後輩ぶっちゃって削りです。削り、もうロイヤルジャイアントはマジで通んないので、ロイジャイ1回も出さないぐらいでいこうかな、もしかしたら。よいしょ。アイスストーリーでまとめる。 OK。 ディガーしか相手は削りませんので、削りがないのでワンチャンいけますよ、マジで。あ、でもディガー抜け、もう僕はボムタワーでしか受けれませんので、オッケー。お、えぐい。お、えぐい、来た。受験のエピソード、ちょっとね、後に、ちょっと後に回します。一回ね、一回集中タイム。オッケー。橋前プリンワンチャン来るからな。二周目の。おい、警戒。で、バレルあるんで、タルババはね、転がしたいけど、むずいみたいな。で、ボムタワーはディガー受けに取っておきたい。けど、まあ、使っちゃうよね。これちょっと攻めすぎかも。まあ、OK。よいしょ。はい。アイスでトルネで、リガーもね、ガゴも受けて、ワンチャンいきますよ。これ、ロイジャー一回も出してない。そう、インフェルノタワーがあると、ロイヤルジャイアント通りませんので、こんな感じでね。出さない戦法ですね。よし。さあ、前でイモリつつ、後ろですね。うっ、いい位置で、これは絶対にスケルトンアーミーが来ちゃうんですよね。ですのでトルネです。オッケー。ボムタワーでギャングと一緒に守る。やばい、ディガー受けがねえな。クハブっちゃう。あ、でも攻めトルネしたからちょっとやばいかも。オッケー。ボムティもうちょっと頑張ってほしい。これちょっとむずいっすね。今、橋前プリンできませんので、相手は。これ、守るでしょ、一回。これな。おい、IT、起き上がった。ワッチャンさ、ここを壊してさ、説ある。で、ここまとめて、ワンチャンくらい？やめて、ディガートウッド。ん？耐えたよ。やばい。オッケー。おー、やべー、勝ったよ。勝ちました。これ、やばくないですか、今の。ちょっとね、負けたと思ったんですけど、神でしたね、今。こう、インフェルノタワーがあると、ロイヤルジャイアント、これ、ライトニングも、ザップもありませんので、リセットがね、効かないんですよね。ですから、ロイジャイ出すたび、インフェルノタワーで防衛されて、1ヤード取られて、で、僕の攻撃ターン終わって、が繰り返されるので、今みたいな相手には、まあ、ロイジャイが絶対通んない。相手にはね、出さないですね。ロイジャイ出さずに立ち回って、相手が逆にインフェルタワーを使ってきたら、そこはね、ロイジャイで攻めていくみたいな感じで、それまではちょっと今我慢ゲーしましたね。
はい、まあ、相手の削りスペルがなかったっていうのも美味しかったんですけど、はい、という感じで、あの僕の受験エピソードマジで話したいんですけど、あの部活忙しくて、部活も行きつつで放課後残ってね、ショールームとかしてみんなでね、みんなでってわけじゃない、結構ねガチで先生にいろいろこうね、なんか聞きに行ってやってたんですけども、小論文マジでなんですけど、本番でね、そう、小論文めちゃくちゃやったんですよ。小論文これ多分受験生はやると思うんですけど、絶対にやんなきゃね、ちょっと、まあ、大学になるのかな、僕の受験が小論文いるとこだったんで、小論文めちゃくちゃやってたんですけど、いざこう本番でね小論文出てきたんですよね。まあ出るんですけど、で受けるじゃないですか。もうだから練習で AI とかなんかそっち系のやってたのに、本番グラフを見て考察せよみたいな、ってなりましたね。一応グラフのやつもやってたんですけど、もう9割ぐらい練習で、あの9割 AI とかそっち系のね練習してたのに、グラフの問題来て、あーあーあああって感じでしたね。ちょっと全然思ったように解けませんでしたし、しかもその当時あのクララもあったんですよ、日本一決定戦かなとかもあって、なんかクラロはやりつつ部活やりつつ受験勉強やりつつみたいなんで、まあ言ったらちょっと中途半端になっちゃってたんですよね、そういうので。うわ、相手すごいできたな。そうで、まあ結果的に言うと、クラロアはね、惜しくも負け、そして部活もまあ準決勝で負け、県のね、で受験も落ちるっていうちょっと待って、鼻がちょっと、はい、というわけで、ちょっとね、風邪かわかんないですけど、マジでね、あの、3つをこう、頑張ったけど、3つとも全部、ダメだったみたいな感じでしたね、僕は。ですので、あの、やっぱ良くないですかね、その、中途半端になっちゃうのかな。そんな、自分的にはうまくやれてる気がしてたんですけど、なんか実際やってると多分ね、いろいろ中途半端になってましたので、なんかね、どれか一つを絶対成し遂げたいとかっていうのがあるならば、結構マジであれですね。そう、しっかりね、じゃあ他の二つは捨ててと言いますか、なんか、中途半端にならないようにした方がね、いいかなと思います。ちょっと待って、あの、さっきのあれに勝ったのに、やばい。こっちに負けるか。こっちには勝ちたいですね。ちょっと、相手のスペルがトルネザップだけっぽいので、いや、まだいけるか。この吹き矢が処理できれば OK。トルネザップだけっぽいので、僕のターン置きます。で、スケアミで守られるっしょ。一回防衛したいか。一回、いや、一回ディガーだけ飛ばして、集中モード入りますね。まあ僕の受験は全部失敗で終わりましたって感じでしたね。うわ、マジ？めっちゃダックに押すじゃん。よいしょ。おい。この吹き矢が結構いいらしいんですよね。まだターンはありますね。相手さっき D が無視しましたね。さあ、トリプルエリクサーですので残り24秒経ちますと、うん、もう一回攻めます。でスキャミ来る読みでも転がします。うわ、外した。あー、終わったくせー、これやべ、耐えろ。うわ、相手やべえ。うわ、くそ、待って、これ負けた。うわー、攻めたるままやったなーって感じでしたね。ちょっと待って。つらいわ。まあ、2戦目で、ね、勝てたのはちょっとね、個人的にも、大きいかなと思います。という感じで、ちょっとね、トラゲも頑張りたいですね。はい、ダクネでしたね。ダクネファルチェ。ダクネファルチェ環境にちょっとなっちゃってますね、いろいろ。まあ、ですけど、またね、こういう感じで、ちょっとメタデッキいろいろ紹介できたらいいかなと思います。というわけで、よければね。まあ、ダクネのメタはベビドラかな。と、あとはまあ、ボムタワー。ダクネデッキは基本、その陸デッキですので、ベビプラスボムタワーがね、基本いいんじゃないかなと思います。よければお使いください。というわけで、チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。皆さんね、受験勉強マジで、僕みたいにね、後悔しないように、はい、頑張ってください。では、お疲れ様でした。